鹿児島に可愛いだけなんだから可愛いってことだよ。認めろ、まあ、認めろ。鹿児島弁が可愛いっていうの認めらんないんだったら愛し屋が可愛いで認めてもらっていい？鹿児島弁を喋ってる愛ちゃんが可愛い。発狂してます彼女。は私声にねコンプレックス持ってた時期が。なんだ。何が理由があるんだ。リータルか。アルバイトしてた時にお客さんにねあなたの声聞き取りづらいんだよってすごいね電話で怒られたことがありまして。耳掃除しとけって言っとけ。お前の耳が悪いんだよって言ってこいよ。そういうねこともあったから自分の声にね自信が持てないっていうとことかがすごいあの配信をねそしていく中で声可愛いですねってねさらにね。られたからもうここはじゃあ認めます。認めよう。